素晴らしい環境で野球をやらせてもらっている。2024年は2年連続最下位から躍進を見せている日本ハム。そんな中で開幕から4番を任されていたアリエル・マルティネスですが、夏場に入り成績が急降下。その理由の一つとして挙げられるのが、キャッチャーの守備につかせてもらえなくなったことでした。前年までキャッチャーとしての出場も多く、守備もモチベーション向上につながっていましたが、2024年はファーストや指名打者での出場が中心です。モチベーションの低下も噂されるマルティネスは、2024年オフに退団してしまうのでしょうか。キャッチャーがやれないなら。キャッチャーとファーストを守れる万能さを長所としたマルティネスは、2018年に中日と育成契約を結び、2020年には支配下登録されました。しかし中日時代は目立った成績を残せず、2022年オフに自由契約となります。その後日本ハムに入団したマルティネスは、2023年に打撃が覚醒しました。日本では珍しい外国人キャッチャーとして攻守にわたって奮闘し、シーズン終盤には4番を任され、自己最多の15本塁打66打点を記録しています。また活躍が認められて、自身初のオールスター出場を果たすなど、新天地で大いに躍進を遂げました。しかし2024年は開幕4番でスタートするも、7、8月は月間打率1割台に低迷するなど、マルティネスの打撃成績は下降気味。そしてポジションが重なるファースト清宮幸太郎、指名打者フランミル・レイエスが好調をキープしていることもあり、8月以降はベンチスタートの機会が増えています。そんなマルティネスに退団説が囁かれていました。理由はキャッチャーとしての出場機会の減少です。マルティネスの登録はキャッチャーながら、実際はファーストや指名打者での出場が多くなっています。2023年は230イニングでキャッチャーとして出場しましたが、2024年はまだ1イニングもマスクをかぶっていません。日本と海外ではキャッチャーの重要性は大きく異なり、日本では司令塔と言われています。キャッチャーは守備の要であり、配球に関する責任を負うためグラウンド上の監督と言われているのです。マルティネスはそうした日本球界の事情を理解し、インサイドワークの勉強を積み重ねてきました。キャッチャーで試合に出場すると、ピッチャーや野手とのコミュニケーションが大変です。マルティネスは2018年から日本でプレーしており、日本語もある程度は理解できると言います。また英語も話せるため、特に言葉の面は問題ありません。また一部の選手がマルティネスに英語やスペイン語で話しかけてくると言います。マルティネスは、だから僕も日本語に磨きをかけるためにも勉強を始めようと思っている。守備機会も増えて、より日本語を話す機会が多くなったから頑張る、と意気込んでいました。そして迎えた2024年ですが、タミヤ・ユアの成長もあり、キャッチャーが固定されます。タミヤの独り立ちにより、マルティネスはキャッチャーとして起用されなくなりました。このことから、マルティネス自身がキャッチャーとしての出場機会を求めて他球団移籍の道を選択する可能性はゼロではないでしょう。パリーグ球団のスコアラーは、打撃力の高い捕手と解釈すればどの球団も興味を示すでしょう、と予想しています。中日での育成契約期間を含めると、日本歴は長く、日本人捕手と同じような配球ができると見られているのです。その一方で、キャッチャーとしては荒もあり、新庄剛志監督だからマルティネスをキャッチャーで使った、との声もありました。契約満了の選手に対しては、シーズン中から下交渉を始めておかなければ、オフの残留は厳しくなります。しかしマルティネスの去就については、シーズン終盤になっても正確な情報はありません。今後キャッチャーでの起用はあり得るのでしょうか。新庄を唖然とさせたエラー。2023年のマルティネスは得点圏打率3割4分8厘を記録していました。そんなマルティネスに対し、新庄は、ランナーいたらめちゃくちゃ期待感ありません。ものすごく頼もしいし勝負強い、勝負強いバッター大好きなんで、と賛辞を送っています。
2024年9月6日のオリックス戦ではマルティネスがサヨナラ勝ちとなるフォアボールを選びました。9回2アウト満塁で代打のマルティネスは3ボールからストライクを1球見逃し、5球目でフォアボールを選んだのです。起用した新庄はノースリーから打てのサイン、自分で見逃して余裕の笑みをベンチの方に送ってきたから何かしてくれるだろうと、さすがですとマルティネスの判断を称えました。その一方で新庄はキャッチャーの守備について酷評したことがあったのです。2023年8月11日のソフトバンク戦では同点の8回キャッチャーで出場していたマルティネスに痛いミスが出ます。ワンアウト一塁で代走周東右京の2投を読んで外しますが、送球を焦って後逸、直後に勝ち越し三塁打を許すと、ワンアウト三塁でマルティネスはスクイズを警戒して外した球を再び取り損ね、致命的な失点となります。新庄はこのプレーについて、単純に考えたらキャッチボールですけどねと苦言を呈し、さらにありえないエラーといえばエラーとコメントしました。実際マルティネスのキャッチャーとしての能力には長所と短所があります。まずスローイングの正確さは盗塁阻止率に直結する重要な能力です。高い盗塁阻止率を維持することは単に走者をアウトにするだけではありません。簡単に走者にスタートを切らせない抑止力としても投手を助けることにつながります。マルティネスは2023年の盗塁阻止率は1割8分8厘と苦しみました。ただキャッチャーの捕球から送球までの時間を測ったポップタイムは 1.83 秒と12球団のキャッチャーを見回しても屈指のタイムを記録しています。マルティネスの低い盗塁阻止率は肩の強さに問題があるというより、二塁送球時の制球の乱れやリードに集中するあまり走者のケアが十分にできなかった点にあるようです。そしてキャッチャーのもう一つの重要な要素がブロッキング。ブロッキング能力が優秀であればピッチャーも落ちる変化球を投げやすくなるなど、単に走者の進塁を防ぐだけでなく投手に思い切って腕を振って投げてもらうことにもつながります。投手の能力を最大限に引き出すという意味でブロッキングはキャッチャーに求められる能力として最も重要だという見方もできるでしょう。野球解説者の里崎智也はマルティネスのブロッキング技術を称賛しています。里崎は、太ももが水平だし重心の位置もいい、この姿勢ができるとブロッキングも前に腰を落とすだけで OK になるが、マルティネスはそれができていてブロッキングは抜群だったとコメントしました。このようにキャッチャーの素質について長所と短所があるマルティネス、今後のキャッチャー起用はタミヤの存在もあり何とも言えない状態ですが、対談の話はどうなるのでしょうか。対談か残留か。マルティネスは2023年にキャッチャーとして起用してくれる日本ハムに感謝のコメントを残しています。もともとマルティネスは来日して以来、打撃だけでなく守備でも貢献したいと思っていたそうです。自身にとって守備は重要かと尋ねられたマルティネスは、僕は守備が好きだし守備でリズムを作るタイプだから DH もあまり好きじゃないと断言しています。また守備がないと試合中にベンチで時間を持て余すことや集中力を保つことも難しいとも明かしました。その意味ではこのチーム首脳陣には本当に感謝しているとマルティネスは語っています。打撃面で好成績を残せているのは守備のおかげもあると認識していたマルティネスが、2024年はキャッチャーとして起用されずフラストレーションを溜めていることは想像に難くありません。ただキャッチャーでの起用がないことを考えると退団の可能性はあるものの、中日を退団して日本ハムに拾われて活躍できている恩義を感じているのは間違いないでしょう。チームの雰囲気も好きだというマルティネスは、明るいし若い選手が多いしいいチームだと思う、才能ある若手が大勢いる、必ず数年後にはいいチームになると思う、僕もその一員になりたいと思っていると力強く語っています。さらに、いい仲間もいる、素晴らしい環境で野球をやらせてもらっているから、ここで長くプレーできればと思っていると語りました。
そしてマルティネスは古巣への感謝も忘れてはいません。2024年6月12日は入団から5年在籍した中日との対戦でした。エスコンフィールド北海道に初めてやってきた元同僚たちへマルティネスはサプライズを準備していたのです。三塁側の中日ベンチ裏へ貼り出された紙にはマルティネス選手からの差し入れですとの文字が。中日の選手やスタッフに配られたのは石井和成の実家の石井米を使用した松本豪の牛下がり松本豪ボックスでした。マルティネスは本拠地で販売されている球場飯を差し入れたのです。マルティネスは今回このエスコンフィールドにドラゴンズが来ることになったから松本さんにも手伝ってもらったんだと舞台裏を明かしました。約20食ほど差し入れを行い、同じキューバ出身のライデル・マルティネスや中日時代にお世話になった通訳陣からありがとうとメッセージが来たといいます。このように活躍できるチャンスをくれた日本ハムと自身を育ててくれた中日に恩義を感じているマルティネス。好不調の波はありますが、近年は外国人野手不作の時代となっており、貴重な長距離砲として活躍してきた実績があります。多くの球団が外国人野手の不振に苦しんでいる事情を考えると、マルティネスを残留させるメリットは大きいはずです。現状では新庄がマルティネス退団を引き止める可能性が高く、退団する可能性は限りなく少ないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。